はいどうも、妖怪ウォッチプニプニ今回もやっていきます。酸化使った無課金コレク、今回もね、無課金コレクで必要な元気ドリンクドロップ状況についてねちょっと話をしていきたいなと思います。一応初日に入手方法、元気ドリンク入手方法についてちょっとお話しさせていただいたんですが、今回もね、今回まあ前回のイベントで横取りチケットの入手数減らされたんですが、元気ドリンクはね、現状維持のままで、一応まだね私1個も受け取ってないんですけど、これお助けパワー交換1個、処理ご褒美1個、ワイポイント交換7個の9個とね、あとログインボーナス1個あって10個ね、ドロップ以外で、ゲットできるようになってまして、今回のイベントね。で私は今4個ドロップしてて、でさらにね1個ね、ドロップということで5個目ドロップなので、まあなんていうんですか、一応サムネは元気ドリンク落ちまくりってきてると思うんですけど、初日は落ちまくりだったけど、まあちょっとね初日っていうか最初の方落ちまくりだったけど、ちょっとペースダウンしたかなっていう感じではあるかな。ただまあ2日目で5個だからまあまあいい方かな。はい、でごめんなさい、ちょっと3番目のアカウントからちょっとお見せしてしまったんですが、一応ガシャはねまだやってないので、こんな感じ、まあめぐみんのね爆裂で頑張ってるって感じで、まあ普段ねこのサブアカはおはじきイベント以外はあんまりやってないんですけど、まあおはじきイベントはねメインアカを中心にサポートはしてるんですけど、一応ねこう見ればわかるんですけど、コラボイベントの時はね特に必ずと言っていいほどクリアしてるので、はい、元気ドリンクね毎回集めて、まあワイポイントもね一応その節約してて、ラストチャンスね50連できるようにやりくりする予定ですね。でドロップについてはちょっと後でサブアカとか他の2アカウントの時に説明しますが、まあなんか初日に1回だけシュナをお助けした時に落ちたんですが、あとは基本的に、まあシュナね、初日に比べてやる人減ったんですけど、まあシュナでお助けで今回も落ちてねえなっていうのと、そもそも2日目になってあんま落ちてねえなっていうのもあるのと、まあとはいえね、自分がシュナやった時は、自分がやった時は落ちるので、なんかやっぱ助けてもらった方がいいなっていうのと、あとはね、自分のアカウント、自分の3アカウントあると思うんですけど、自分のアカウントばっかりやってたら全く落ちないっていうのが、まあ、今の現状のポイントかな。で、ただそれになってるので、まあ今ね、シオンが私このアカウント30回行ってるんですけど、まあ、これがね、40行き出すと自分のアカウント同士でも落ち出してくるので、まあとにかくね、今ちょっと、なんかあんま落ちてねえなっていう人はね、まあいろんな人をお助けしてもらうのが最優先なんですが、40、まずね、40をね、とっとと目指して、あ、これがあれだな、シュナちゃんが今出ちゃってるからあれなんですけど、まあ私みたいに爆裂3アカ持ってると1万ぐらいの火力で3万あるんで、まあ4発ぐらいで今倒せるぐらいかな、30だと3万超えてくるのかな。なんであれなんですけど、まあ今後ね、ベニマルさんとか出てくると思うので、ベニマルさんは勇ましでね、今のね、爆裂と、合わせやすいので、力をね、うん、なんで、とにかくね、ワイポイントも稼げるし、まあ普段のね、やつも倒しやすくなって、元気ドリンクも稼ぎやすくなるので、まあとにかくね、まずは私の予定としてはね、ベニマルで頑張りたい。多分ベニマルは多分順番的に、ガシャの順番的には多分次ソウエイさんとかなのかなと思ってるんですけど、これニャンボだね、ごめん。まあワイポイントね、うまいこと使いながらなんですが、ベニマルさん ZZ なんでね、ちょっとベニマルはちょっと出したいなっていうね、はい。今 1% なんであれなんですけど、次どっちだろうな、シズさんかベルドラか、もしくはね、ZZ まとめて超アップみたいなこともね、明日のガシャあると思うんですけど、はい。
なんで、まあランガはね、黙ってても適当にすり抜けて出てくると思うので、うん、ランガはあんま火力期待できないと思うんだよね。それよりも爆裂で種族、まあ種族効果できるほど、まあこうやってサブアカとかなんで、メンバーは揃ってないんでね。なんで、まあ一応ベニマルの時にね、ちょっとできたら3赤ベニマルゲットして、火力をね、15000平均はいきたいんだよね。なので、まあお助けはね、こんなにいっぱいやってて、まあこんな感じ。ちょっと一回ね、なんかね、二日目落ちる傾向にあるんだよね、プニプニのね、元気ドリンクドロップって。なので、まあちょっとこのね、シオンをね、なるべくもう自分のアカウント同士だとあんまり落ちないの分かってますが、ちょっと40に早く行きたいのでね、まあどんどん上げちゃって、かつね、まあ一応基本は私無課金攻略なので、自分のはお助けする人いなかったら自分の進めるみたいなね、そんな感じで進めようと思ってます。で、あとさっき見たけど、ヒットポイント高くなるので、自分のね、3赤を一人のフレンドさん、友達になって、まあね、トリプルアタックでね、やれば結構落とせるので、うん、そうすればなんつうの、あの倒し損ねなくなるのでね、自分の3赤一人のフレンドさん、友達になってお助けね、しまくると、まあいつもね、とりあえず前回ニャントスの時83個か。で、ゴルフだと60個前後落ちるんだよね。ただちょっとこのスバコラボの時40個しか落ちなかったので、まあちょっとね、その40個になりそうな怖さはあるんですけどね、ちょっと急にペースダウンしたんで、まあただね、はい、頑張って。一応 Y ポイントはね、節約してたので、うん。まあこの調子でね、頑張っていきたいなと思いますね。はい、皆さんどんな感じなんですかね。よろしかったらドロップ状況ね、コメントなどで教えてください。私このアカウントは5個だな。あと、そう、ワクワクボックスでまだ1回も来てないんだよね。なので、まあちょっとその辺、今回なんかワクワクボックスやたらなんか人玉多いなっていうね、なんかちょっとそれ感じてるので、自分はなんか3回せっかく見れるのに、なんかちょっと今回ケチいぞっていうね、1回も来てないのがちょっと、まあ伸びしろがあるのか、ちょっとどうなのかっていう感じですかね。なんかいつもね、初日で大体来るんだけどね。はい。それがちょっと気になるところかな。はい。じゃあ一応、このアカウント、だいぶ喋っちゃったけど、進捗はこんな感じ。なんで、ちょっと今のところなんか、シュナがちょっと怪しい感じにまたなってるかな。まあ、はい。シオンでね、私は、今回目標60個ですね。3が60個。だから20個ずつね、ドロップ。頑張りたいなと思います。20個ずつドロップすれば60個、まあまあまあ20で、この交換とかで10個で30個あるんでね、まあ、90個あれば、まあ最悪ね、特攻出なくてもメインアカウントだけでもクリアできるとかなると思うので、はい、そんな感じで頑張りたいと思います。はい、じゃあちょっと2番目のアカウントいきましょう。いっぱい喋っちゃった。はい、これ2番目のアカウントで、これは33回ですね。順調に進んでて、元気ドリンク1個なんだよね。ドロップが1個で、よっこいしょ。ただ、これについても、あれ？あ、1個あったね。はい、1個あったって感じですね。なんで、ワイポイント増えてんな。あ、そっか、なんかお詫びかな？2個ですね。まあでもいいんじゃないですか。1日1個ドロップすれば15日間で15個ですからね。15個ドロップでもいいんじゃないの？はい。まだね、受けてはいないんでね。2個ドロップですね。まあ一応このアカウントも2番目のアカウントですけど、うん。一応爆裂でなんか微妙なメンバーでやりくりしてますが、勇ましい、こんなもんなんだよね。ウォッチもねえし。はい。ただね、それでも無課金攻略やれているので、まあ一生懸命ね、頑張りたいと思います。Y ポイントもね、一応、ラストチャンス50連分は溜まったんで、あとこれでプラスアルファガシャ、元気のリンク貯めてやりたいって感じですね。はい、じゃあ、メインやっていきましょう。はい、これメインアカウントで、34回ですね。4回の、元気のリンク4個、ドロップですね。まだ交換もしてなくてって感じで。よいしょ！あ、Y ポイントだ。しかももうすぐ4万 Y ポイント。いいね。なんかお詫びかな？
あれれれ乗れっていう感じで、あ、ここにもワイポイントがある。あれれ乗れって感じで、はい、なんとね、これみんな限界突破してんのかな。エンリをゲット。あ、やべ、まあいいや、これ後で回っとこう。一応ね、落ちなかったね。ただまあ514で10個か、524か、11個ね、ドロップで、まあ2日目なんでね、まあ14日間として7倍して77個ドロップペース、参加でね、まあいいんじゃないですか。15日あったら80個ドロップペースぐらいなんで、まあ序盤としてはいいんじゃないでしょうか。一応ね、明日ログインボーナスでね、もらえるので、まあちょっと今回 Y ポイントケチなんですけど、まあなんか Y ポイント配布があったので、不具合かな？ああ、そうなんだ。へえ、なるほどね。はい、じゃあこんな感じで、とりあえずね、頑張ってお助けしてね、無課金攻略頑張っていきたいと思います。とりあえずはめぐみんで頑張って、さっきも言ったけどね、ベニマルをとにかく今回はゲットして、うまいことね、 Y ポイントも稼ぎながら、元気ドリンクも稼ぎながら、はい、ドロップ狙いながらね、進めていければなと思ってます。とりあえずこのアカウント封印はもう全部クリアしたので、はい、もうあとはおはじきクリアして、クリアするばっかりですね。はい、じゃあすいません、またお会いしましょう。さよなら。なんかこれ配布ミスってると思うな。このアカウント負けてねえもん、横取り。多分他のアカウントに来るやつがメインアカウントにまとめてきちゃったって感じがするな。